補強の仕方が外人じゃなくて日本人っていうのがうまいんですよね。だって大成功大成功ですよ本当に。楽天攻略法一言で言うと何と言っても何さ、田中マークが戻ってきちゃったからな。いやそれすごいね本当に。基本的には150キロをみんな投げますからね。実は楽天は打線が強い。そうなんですよね。みんなこっちに行くけど、でも元々はここなんですよ。だから強いんですよ。楽天は強いんです本当に。補強の仕方が外人じゃなくて日本人っていうのがうまいんですよね。外人はやっぱ計算できないけど、日本人はやっぱり計算のはできると思うんですよ。ここ近年楽天イーグルスは FA での補強に成功し、北海道からおにぎり雲取っておにぎりに反応したなだって大成功大成功ですよ本当に。でドラフトでね若い子取ってますけど、もうやっぱりいい活躍してますし。ホームランバッターは少ないんですけど、中距離バッターが多いんかな全体的に見て。率も残せてるバッターは基本的に多い。これどう攻略するかな。結構難しそうな。浅村だよ。いやもうキーは本当にここも浅村だと思います。ヒーマン。はい。何でもできます。率も残す、ホームランも打つ。この中では一番いいバッターです。打点もな。はい。ここら辺にやっぱり率を残せるバッターがいるんで、打点がやっぱり稼げる。後ろというよりも前をやっぱり。この3人は徹底してデータを出して塁に出さないっていうのが鍵になるかな。この3人に関しては僕がその去年見た感じですよ。多分パワーボールで出る出塁っていうのがそこまで多くないのかな。結局はヒットで出るっていうのが多くて、打って出る、だから多分打ちたい、打つのが大好き。まともに勝負したらやっぱり打たれると思うんで、ここら辺はやっぱりあの厳しくでいいのかな。逆にフォアボール出してもいいぐらいの感じで。確かにフォアボールを取るのがあまり上手じゃなかったというのが楽天の上位打線の特徴かもしれない。ストライクゾーンがあったら基本的にはこの中は基本的にこの3人はどこでも打ってくる。どこでも、だからまともに勝負するんじゃなくて、もう本当にこの四隅ベース板のそのアウトコース、インハイ、インロー、アウトハイ、アウトローっていうところをついていけば多分抑えれるとは思うんじゃないかなと思うんで。ただピッチャー心理、そのやっぱり先バスとしてはやっぱりフォアボールが一番ダメなんで、無駄なフォアボールっていうのが打たれたら仕方ないっていうのはあるんですけど、ただ楽天に関しては特にこの3番に関してはもう最悪フォアボールでもいいのかなっていう感じで、やっぱ出したくないんで、それを振ってくれる可能性の方が高いんで、逆にもうつい出ちゃうみたいな。そう打ちたい方がなんか強いのかなっていうのがあるんで、このギリギリのストライクゾーンで勝負、逆に甘くならない方がいいのかなと。際どいところに手を出させるためにしっかりと腕を振っていかなければいけないな。そうですね。だからお気に入ってはいけないです。お気に入ったら多分打たれると思います。はい。鈴木大地が浅村の前に来るのか、まあ島内になるのか、エクソンになるのか。でもあんまり下げたくないですよね。結局は率もいろいろ出せるバッターなんで、本当だったら3番ぐらいにも置きたいですよね。いいバッターを早め早めに置きたいというのは、これは現代野球のセオリーなんだけど、なぜなら塩こしょう。なんで絶対分からん。いいバッター1年間で143試合戦うと
はい、2番バッターと8番バッター100打席ぐらい違うんですよ。例えば3割バッターだとヒットが30本分変わってしまう。ということはいいバッターにいっぱい回ってきた方がいいに決まっている。そう、本当だったら浅村1番でもいいんですよ。いっぱい回るからバッターというのがここ最近のセオリーですよ。小学生とかはやっぱいいバッター最初に持ってきますもんね。なので鈴木大地を浅村の後ろに置きたい気持ちもあるが、そうすればそれだけ1年間では回ってくる打席数が少なくなってしまう。前に固めると後ろのバッターあんまり良くないから、うん、浅村歩かせてもいいんじゃないかという風になってしまう。確かにこれ嫌だね、ある意味。島内もいいバッターです、はい、ホームランもあるし。というようなことで、楽天イーグルスなかなか面白いチームだということが分かってきたな。楽天攻略を一言で言うと何だかな。まあやっぱりあのタンの食いすぎには注意かな。はい、食仙台の牛タンは美味しいよ。美味しいんですか。そう、知るんですね。やっぱりね、美味しいもん食いたがるんで僕ら。楽しみにしてるんで、はい、その前にちゃんとね楽天を食おうと。まさかの一言がそれだったっていう、はい、牛タンの前に楽天を食おう、はい、いいじゃないか。よろしくお願いします。強い眼差し。一番この中で嫌なバッターが一人おって誰ですか。なんなら僕も引退に追い込んだ選手ですから。厳しいかもしれないですけど、でもやるしかないと思う。